町には今でもあの人の歌がいつもいつも流れる。あなたの歌とも知らずにみんなが歌う懐かしい歌。綺麗な言葉さえ時には忘れて、ただララララララ。あの人はこの世にはもういないけれど、心は後に残る。ララララララ。岩谷先生、お待たせしてすみません。こちらが無理を言ったのに、前の打ち合わせが押してしまって。お疲れ様。はい、これ徹夜で書いたわ。自信ないけど助かります。いや、本当はね、岩谷先生のような大先生にお願いするような仕事じゃないんですよ。でもいつも嫌な顔せず引き受けてくださるから、つい甘えてしまって。あなたの頼みじゃ断れないわ。もう30年近い付き合いよ。私は大正5年3月28日、父岩谷健三、母明子の一人娘として生まれました。とても内気で、本を読んだり絵を描くのが好きな少女でした。母には姉妹が5人もいて、そのうちの双子の姉とは特に仲がよく、何かあれば相談していました。そんな関係が羨ましくて仕方がなかったのです。喧嘩もするけれど、いざとなったら頼りになる。喜びも悲しみも分かち合える強い絆がずっと私も欲しかった。だから親友にも姉妹のようなつながりを求めて、勝手に失望することがよくありました。に乗ってほしいんだけど、今いいかしら。ええ、サインを考えてるんだけど、うまくいかないの。一緒に考えてくれない？あ、ええ、いいわよ。これなの、私の名前。自覚が多くて崩すのが難しいのよ。越路吹雪。吹雪なんて珍しいわね。あなた、雪国の生まれ？うん、私、東京。じゃあ、冬に生まれたの？そうね、2月18日。だから雪は大好き。はあ、いい名前だわ。ありがとう、父がつけたの。へえ、本当にいい名前。あ、でも、確かに崩しにくいわね。そうなのよ。俺もダメでしょ。ねえ、これはどう？越路の字をこういうふうにひらがなに開いてみるの。ほう。こうね。そうそう。いい。いい！これいいわ！これにする。相談してよかったお姉ちゃん、ありがとう。風に震える緑の草原、たどる人見輝く若き旅人よ。お聞き遥かな空に鐘が鳴る。遠いふるさとにいる
赤い足をしてあげる。上がらないためのおまじない。何？今なんて書いたの？虎よ。虎。虎。虎。あなたは強くて美しい虎なのよ。客席の人間たちに向かって吠えてきなさい。行ってらっしゃい。古いこの酒場でたくさん飲んだから、古い思い出はぼやけてきたらしい。私は恋人に捨てられてしまった。人がこの私をうだつきと言うから、ろくでなし、ろくでなし、なんてひどい淡い言い方。あと5年、3年、願わくば老衆を晒すことなく彼女らしい華やかなイメージのまま引退させたい。そして健康で幸せな余生を送ってほしい。それにはそれなりの蓄えも必要です。引き際をどうするか、それがマネージャーとしての私の最後の、そして最大の課題でした。引退したらさ、一緒にパリに行こうよ。連れてってくれるの？一度くらい常見さんに留守番してもらうわ初めて行った頃に比べてパリも随分変わっちゃったのよ。でもあなたに見せたいものがまだいっぱいある。秋がいいわ。あの枯葉の歌に歌われているのが本当のパリの風情だと思うの。越路吹雪よ、40年近い友情は月日とともに消化され、あなたは今私の体内に宿る愛おしごになった。泣き叫ぶ子よ、声立てて笑う子よ、夜更け悲しみのために眠れない私の耳に何か一言話しかけてはくれまいか。越路吹雪よ。